こんにちは、島抜き直美です。お元気ですか？新しい日常、ニューノーマルになってマスクは欠かせませんね。マスク作りが流行って白い糸は売り切れたりしていましたね。私は普通のマスクでいたのですが、この時期暑がりなのでとても耐えられず、涼しい生地を探してマスク作りに挑戦してみました。シルクスクリーンですると簡単にファッションに合わせたマスクが作れますので、作り方をご紹介しますね。今回はクールマックスという涼しくてドライな肌触りの生地を使ってマスクを作ってみました。使ったシルクスクリーンはビクトリアンピオニー、大柄のボタンの柄です。シルクスクリーンをするためにはアクリル絵の具とシルクスクリーンメディウム、あとするスキー地があればすれます。追加でペイントしたい場合には通常のペイント道具も必要となります。アクリル絵の具と、あと今回は布にペイントしますので、テキスタイルメディウムがあると布に定着してくれます。それではシルクスクリーンで擦ってみましょう。まずペーパーパレットに絵の具を出します。出した絵の具はこういう乳液状なんですけれども、この絵の具にシルクスクリーンメディウムを混ぜます。よく混ぜていくと乳液状のアクリル絵の具がクリーム状になっていきます。だいたいこのくらいになったら、木や硬い素材にはこのぐらいのクリーム状で擦れるんですけれども、今回布なのでもうちょっとメディウムを足してもう少し固めにしておきます。にじんでしまうのを防ぐことができます。マスクの型紙を写して厚紙の上にマスキングテープで固定します。シルクスクリーンを上に乗せます。この時ザラザラした面が上で、ツルツルした面が下側です。それでスキー地に絵の具をつけてシルクスクリーンで擦っていきます。今回のようにシルクスクリーンの方が素材よりも大きい場合にはマスキングテープで固定することができませんので、手でよく押さえて中央から外に向かって擦っていくとずれづらいです。向きを変えてまた中央から外に向かって擦っていきます。擦り上がりました。使ったシルクスクリーンは乾かないようにすぐ水を張ったパッドに浸しておきます。後で洗います。擦り上がったらそのままマスクでも可愛いと思うんですけれども、今回はどのように着色するかもご紹介しておきますね。薄めた絵の具で薄く色をのせるとき、通常はアクリル絵の具は水で薄めればいいんですけれども、今回は布ですので布に定着させるためのメディウム、テキスタイルメディウムで薄めて塗っていきます。この辺は筆使いも関係なく、ただ薄く色をのせればいいだけです。アクリル絵の具は木だけでなくこういった布にもかけるんですけども、テキスタイルメディウムを混ぜてあげるとちゃんと定着しますので、お洗濯などもできるようになります。こうやって薄めて塗った絵の具なのでちょっとにじんでますね。今回のクールマックスという生地はサッカー風の生地なのでちょっとにじみやすいんですけども、その場合はその布地の白の絵の具で塗ってあげれば大丈夫です。同じように葉にもテキスタイルメディウムで薄めた絵の具で薄く色をのせていきます。薄い方が
シルクスクリーンの線が生きるんですけども、あんまり薄いと今回のこの作家生地にじみやすいので、少し加減して薄めています。色をのせ終わってそのままでもいいんですけども、もうちょっとメリハリが欲しいなと思いますので、ハイライトを入れていきます。ハイライトは平筆のサイドローディングという手法で描いています。平筆の片側に絵の具を取ってパレット上でなじませてグラデーションを作って描く方法です。サイドローディングの取り方については、カトリアのイヤホンケースの動画の方で説明していますので、よろしかったらそちらをご覧ください。さらに華やかにティント、アクセントカラーを入れてもう少し華やかに仕上げます。こちらもサイドローディングで取って赤などの綺麗な色を入れていっています。仕上げに金色でラインを描くことにします。輪郭線に沿って金のラインを入れていくと、後でこうキラキラして金の糸で刺繍したように見えますので、綺麗に仕上がります。ペイントが終わりました。グリンターを塗っても綺麗です。さて、マスクを作っていきます。型紙の通りに布を切ります。そして中表に合わせて左右を縫い合わせます。左右が縫い合わせられました。縫い目を割ってステッチをかけます。このラインですね、ステッチかけ終わりました。ちょっと縫い目はいまいちなんですけど、裏布も同様に左右を縫い合わせます。裏布は左右の端も三つ折りにして縫っておきます。マスクの表布と裏布を中表にして縫い合わせます。上と下のラインを縫います。裏返してステッチをかけます。表布の左右の端も三つ折りにしてゴム通しを作ります。もちろん買ってきたマスクにシルクスクリーンですることもできるんですけども、今回は作り方も一応ご紹介しています。あまり上手じゃないんですけど、ゴムを通して出来上がりです。ワインカラーのマスクはこんな服に合うと思います。紺の場合は男性にも合うんじゃないかと思って試着してもらいました。ピオニーの柄は大柄なので男性でも全く大丈夫です。紫の方も試着してもらいました。ピオニーは大柄なので、小さい花柄だとちょっとフェミニンな感じになると思うんですけど、大柄だとちょっと抽象的なので全然大丈夫です。私は紫のワンピースに合わせてみました。いかがでしたか？ペイントのレッスンにいらっしゃる生徒さんは
とても器用な方が多いのですけれども、手作りのマスクもその日のお洋服に合ったものだったりして、とても素敵でした。これだけ毎日マスクをつけて外出だとファッションの一部ですね。シルクスクリーンで擦ったり、ペイントを加えたりして、お手持ちのお洋服のイメージに合わせて近くできますので、よろしかったらお試しくださいね。見ていただいてありがとうございました。